こういった場所がございました。もう見るからに薬師堂かなという気がしますよね。まあ、まずはこちらからね。この背面にね、国府村青年団、そのような文字がね、そうするとね、右からね、ご成婚記念、右柵道、後ろ、元総社かな、左、そんな感じでね、道しるべですね。よくね、ご成婚記念で、青年団とか青年会がね、道しるべを作るっていうのはよく見かけますね。東村女高知、如意輪観音ですね。完成9年、10月吉日かな、1797年かな。薬師様の前まで来ましたよ。周りにはね、おでこ様、小石仏がいっぱいいらっしゃいます。中にはね、馬頭観音かなとおぼしきものもありますけど、こちらはしっかりした薬師如来様が、そのお礼としてね、奉納されているようですね。後輩は桃型ですかね。やはりお顔の部分がちょっと摩滅されているということは、さすってね、願をかけたのかなという、そんな気がします。村元にはね、薬を携えているかなという、そんな気がしますね。もともとはこのお堂内に安置されてたのかな、ちょっとわかりませんけどね。よくできてますよね。ご視聴ありがとうございました。